どうものりです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はタイトルにもあったように KH を交換したので、ちょっと新しい KH を紹介したくて動画を撮ってます。いつもの高知港へ来てます。暑いんでね、朝5時起きできました。これが僕の新しい KH になります。前回はセパハンバックステップにレーシングチャンバーですごい走りを意識した KH だったんですけど、今回はちょい悪だけどおしゃれな KH250 のオーナーさんとお話をさせていただく機会があって、交換をさせていただくことになりました。カスタムカラーに白のシートがすごくかっこいいですよね。チャンバーが、菅谷の東寺門になります。アイドリングはめちゃめちゃ静かなんですけどね、走り出したらいい音するんですよね。このクリアの溶接部分が見えてるのがすごくかっこいいですね。赤色のホタルがついて、ホイールはエッチリムに変わってます。スポークはこれはメッキかな、メッキのスポーク、綺麗ですよ。これもキャブレターは三国のキャブレターが入ってますね。純正のエアクリーナーがついてたんですけど、たまたま家に、パワーフィルターがあったんでね、パワーフィルターに交換してます。はい、エンジンは正真正銘の250ですね。このフィンが、250は一回り小さいんですよね。この奥のフィンに比べて400だとこうお弁当箱みたいに四角になるんですね。そもそもどうして今回この KH を交換したのかってお話なんですけど、僕が前乗っていた KH250 っていうのが250フレームに400のエンジンを積み替えてたんですね。まあ違反なんですけど、それをずっと、乗っていて YouTube に投稿したところ、通報しましたというコメントをいただきました。それから1ヶ月ぐらいですかね、経って陸運局の方からハガキが来て、通報がありましたけどこれって本当ですかって、一度店に来てくださいってことで、はい、店に行って、車検を取るか、それとも廃車にするか、どちらかにしてくださいってことで、初め車検を取ろうとしたんですけど、250フレームのままで車検を取るには川崎重工さんに昭和のバイクですよっていう証明をもらわないとダメだということで、一応川崎さんの方に連絡して出せますかって聞いたんですけど、外国からの逆輸入の KH にしかその証明は出せないってことで、400のフレームを買って車検を受ければまあよかったんですけど、まあどうしようかなって悩んでる時にこのかっこいい KH250 のオーナーさんと、お話しする機会があって、僕の方からよかったら KH 交換しませんか、してくれませんかってお願いしたところ、快く承諾していただき、今回交換するということになりました。最近はね RZR ばっかり乗って KH の動画が上がってなかったっていうのはそれが理由ですね。でもこのかっこいい KH が手に入りましたんでね、これからはガンガン乗っていきたいと思ってます。はい、イベントミーティング等でこの KH 見かけたらね、ぜひ声かけていただけたら、ステッカーも常に持ってるんでね、またお渡しさせていただきたいと思います。それではね、これから僕この KH ともどもよろしくお願いいたします。